忠勝様、今お暇ですか？お暇でしたらどうでしょう、ちょいとばかし一曲。え、家康様が心配でそんな気分にはなれないと。確かに家康様とてもお忙しそうですもんね。なんとかしてお力になりたいですって？そんなの俺もに決まってるじゃないですか。ええ、一丁やったりましょう。家康様を元気にしたい、結成です。家康様を元気にしたい。まずは作戦その1、疲れを癒すならやっぱ美味しいものに限ります。ん？どうした忠勝、その握り飯をわしに。どれ。うん、とても穏やかで優しい味だ。焼き味噌の味付けもちょうどいい塩梅だな。わしを気遣ってくれたんだな、ありがとう。恩に切るよ忠勝。作戦その2と行きましょう。忠勝様、悩み事は素直にぶちまけてもらうのが一番です。ん？忠勝、改まってどうした？ありがとう。だが何ともないよ、強いて言うなら少しばかり疲れているだけだ。お前こそいつも最前線に立っているだろう。今この時くらいはわしを気にせず休んでくれ。忠勝様、こないだの作戦はダメでしたね。いや、逆に気遣われるってのもなかなか辛いもんです。結局俺らはどこまで行っても一家臣に過ぎませんしね。こんな時ご友人でもいれば違うんだろうな。そうそう、昔はいろいろとつるんでいたじゃないですか。前田の風来坊とか再会の鬼とか。今後の進軍のため同盟を結んだらどうかって、元親と。確かに元親と共に歩めたならとても心強いだろうな。それに分かったよ、わしもあいつのことは気になっていたんだ。すぐに書をしたためる、使者として渡ってくれるな。あの甲冑は間違いねえ、本田だ。いや、おお、とうとう本気で息の根を止めに来やがったか。こいつは荒れるぜ。落ち着け、まだ徳川の仕業と決まったわけではないだろう。あいつの旗が数えきれねえほど落ちてた。それ以上の証拠がどこにあるってんだ。やつら、あそこから波を起こす気だ。やろう、この不覚を止めようと。見ろ成果、これが動かぬ証拠ってやつだろ。カラス、突っ込
込んでくる要塞に対処するのは当然だ。今の野郎ども、くらえ、くらっちまえや。当然だぜ、兄貴。浦島天然、乙姫万年ってやつだろ。こちらへ来い、本田。話がある。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。関東直入に効く。四国を襲ってはいないが。あの男の故郷も何者かに襲われてな。現場には徳川の旗が大量に残されていた。我らは情報収集に回る。奴のおもりは任せたぞ。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。チッ、最悪のやつ。勝手に持ち場を離れやがって。だが、俺にはこの暁まんがある。覚悟しな、女。やってくれたじゃねえか。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、やっしん。見ろや、ホンダ。あんたにも引けを取らねえ極上の一品百鬼丸よ。あっちで船に乗りゃ銭が六文ばかしいるらしいぞ。なんのなんの、びくともしねえぜ。バカな、百鬼丸がここまで押されるだなんて。鬼が退治されてばかりと思うだよ。
出してと残らず食われちまうぜ。射撃こそ修正兄貴、準備が整いやした。四国中の力お前に預けるぜ、シャッキマル。海の目次より敵他に吹く風なんざ関係ねえ。波は嵐は俺が起こしてやるのさ。覚悟はできてるよな、本田。殺された野郎どもの恨み思い知りやがれ。その言葉を信じろってのか。家康は何もやってねえ、あくまでそう言い張るんだな。あいつが俺のことを、天下分け目で会える日を楽しみにしてたって。そりゃああん時は俺だって楽しかったけどよ。そんな目でみんな信じたくなっちまうだろうが。まずは矛を収めてやる。しかしよ、本田、あんたらじゃねえとしたら一体どこの誰が。毛利の仕業だ。読み通りすぎて味気もないの。さやか、いやそれより毛利だと。ああ、潜ませていた我らからの情報だ、間違いはない。それよりも一つ懸念すべき厄介事がある。なんだってんだよ、そりゃ。姫、お前もよく知る鶴の字が毛利によって囲われているらしい。な、何？あ、悪の海賊さんご一行堂々の到着です。ならば卑弥呼とやらの力で見事打ち払ってみせるまで。鶴の字って、さやかの言った通りかい。すべての事象は我が盤上にある。本田、悪いが家康の用事は後回しだ。あんたの手を貸してもらうぜ。あ、卑弥呼様。なになに。賢い毛利さんの指示に従えば大丈夫。わかりました。
おい毛利、俺の島を荒らした落とし前はつけてもらうぜ。そのようなこと知りません。知らぬ。あれ、なんだか一瞬卑弥呼様みたいでしたね。かわいそうに、あんたとっくに絡め取られてる。心配しないで、あなたは助かりますよ。クズどもがために手を変えねばならぬ。信託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。おい鶴の字、まさかとは思うが、毛利の野郎に言われるがまま野郎どもを手にかけたりは。そんな怖いことするわけないじゃないですか。早いとこ目を覚ましやがれ。さやかがどれだけお前を心配してると思ってんだよ。まぼいち姉様も。でも、カンナギよ、一と卑弥呼のカゴズもある。そいつに騙されてるってなんで気づきやがらねえ。それの字、卑弥呼様、私、分からなくなってきました。あなたみたいな誠実な方にまでそう言われると、卑弥呼様はどう思われますか。どうぞ。もはや駒に。卑弥呼様のお名前を語って私を、なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。もう、あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。気こしめしません。やっ。そういや本田よ、あんたの話はまだ聞いてなかったな。待たせて悪い。で、家康がなんだ。そうか、まさかそんなにまで思い詰めちまってるとはな。水くせえな、家康もあんたもよ。力になるに決まってんだろ。鬼は義理武系のよ。我が万丈になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。俺様最強。我は日輪の申し、眩しき光にひれ伏せ。俺の存在自体が罠だと言ったらどうする。お主、そこにばかりかまけていてよいのか。おお、バレちゃいました。また悪巧みですね。私、負けません。小娘、我と張り合うか。照らしたまえ、日輪よ。元成様のお力で再び日輪が。つまんねえ。あっ、小賢しい。こんなことなら
俺が身代わりに。寺玉凛、それがどうした。我が策に陰りなし。百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。よう毛利、野郎どもの仇取らせてもらうぜ。徳川しかり、卑弥呼しかり、わずかに名を語る程度で人はたやすく溺れるものや。貴様とて踊らされるものに過ぎぬは戦国最強主を語った我への虫唾がこらえきれぬであろう。バカな、友の上層壁のためだと。あんた、ありがとな、本田。そんな風に思ってくれてよ。そこまで愚劣なるものであったか。戦国最強、本田忠勝。愚かにして読み切れぬものよ。深い迷惑かけちまったな。あんたがいなけりゃ俺は取り返しのつかねえ過ちを犯すところだった。あいつがあんたを重んじる理由よーく分かった気がするぜ。巷じゃ徳川に過ぎたるものなんて呼ばれてるようだが、あるいは俺たちに過ぎたるものなのかもな。何うろたえてんだよ、ホンダ。あんたは大した忠臣だ。胸を張り上げる。さてと、それじゃホンダよ、家康のところまで連れてってくれるかい。